小さい頃から時々変なものを見た。にゃんこのくせに。妖怪だよな。じゃあ、にゃんこじゃないのか？妖怪の名前だったのか。我を守りし者よ、その名を示せ。お前、危ないぞ。これ、まさか。破れた。我を封じし、結界が破れたぞ。結界？やばい！ダメだ。のくせに私を見て動じないとは生意気な。なんか言え。慣れているんでね。ふてぶてしいやつめ。これか、招き猫が言ってたの。友人帳よこせ。ルフィ早く、私は出せ。友人帳も出せ。お前、ここの居候か。うるさいな、にゃんこのくせに。にゃんことはなんだ、しっけな。この招き猫は本来の私の姿ではない。本来の私はそれはそれは優美な姿なのだ。お前が友人帳を持っていることが分かったからな。結界を破ってもらった恩義もある。これからはお前の用心棒をしてやるから、先生とでも呼ぶんだな。用心棒って。こんばんは。
みんな夏目様ですよね。名を返していただきに参りました。友人帳を受け継いだ俺は祖母に代わって妖怪たちに名前を返すことにした。まず相手の姿をイメージし念じる。我を守りし者よ、その名を示せ。名前を解放するのに必要なのは霊子と同じ血を持つ者の唾液と息。ありがとうございます。名前を返すとひどく疲れる。バカ者、また友人帳が薄くなるではないか。勝手にやってきて勝手に去っていく。そういうものに心を振り回されないように、いつかは強くなれるだろうか。友人帳にはな、夏目玲子が任したあやかし者たちの名前が書いてあるのだよ。妖怪の名前だったのか。その契約書を持つ者に名を呼ばれると逆らうことはできないと言われている。つまり友人帳を手に入れると名を連ねたあやかし者たちを滑ることができてしまうのだ。いつもうまく伝えられなくてごめん。怖いとか不安とかそういうのは伝えるのが難しくて。そうだな。おいガキンチャども。うわっ、タヌキじゃないポンタか。先生何か持ってる。あ、持ってるぞ、見るがいい。うわあ、私の実力をもってすればこんなかけら集めなど砂の中から砂を見つけるぐらい簡単なことなのだ。なんかすごいこと言ってるようで内容が空っぽだよな。小僧、何を言っておるか。お前ゆべうなされておったな。先生が重かったんだよ。心に隙があったのさ。弱い心は魔物を呼ぶ。命を落としたくなかったらどんな時でも気を緩めないことだ。まあもっとも私は早く命を落としてもらった方が友人帳も早く手に入って嬉しいがな。あはは。何かをぶつけ合うような音が。壺？なんで壁に打ち付けているんだ。私が知るか。妖怪だよな。ご覧の通り怪しいものではございません。助けてくだされ。え、妙な真似をすればこのにゃんこ先生が払ってしまうからな。何？また私にただ働きをさせる気か。取れた。腰に効く薬草ってどれだ。それぐらいのことも知らんのか。お前のせいだというのに。俺のせいか。アフー。ニャン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 。良くも悪くも出会いの一つ。